どうも P420 です。ということで今回も栄冠やっていこうかなと思います。といっても、ね、連続撮りですね。やっぱ栄冠はね連続でやっちゃうよね。楽しいもんねやっていきましょう。さあちょっとスカ、前回はあの柔道神高校が初勝利を収めました。素晴らしかったですね。コールドです。さあそんな中でちょっとスカウトのところに泊まりたい気もするけど、スケジュール見直そうか。あ、いけるね。はい、スピードガン効果券もらいました。やりましたね。さあじゃあどれを、そうね、酒井やんでいいですよ。酒井真面目に練習するんですよ。いいですよ。座禅組もみんなで。疲労たまらないだろあ、疲れてまちってさあ2回戦です。山本、高橋、金沢、あイケメン金沢ね。あ、内気いたね。山本が内気なんだ。あ、出たパワーはあるのにチャンスに弱いから、もうなんか気弱な男設定ついちゃった山本ね。イケメン金沢行こう。5番バッターです。彼はなんで5番にいるかっていうとね、チームトップのあれなのになんでこいつは5番にいるんだっていうと、そのあれなんですよ。4番の斉藤っていう選手が2年生ながらチャンス A を持ってるので、この彼はね、あのみゆきみたいなタイプですね。だからその後ろを支える3年生です。さあ、ちょっと篠田行ってみる。あ、でも2年生か。3年生だったらね、あの高橋篠田が2倍看板でよかったんですけど、まあ別にこれならいっか。相手はプロいそう。西川が怪しい。田淵はでもあれ違うよね、キャッチャーだもんね。西川が怪しいですね、相手はね。まあ春樹にしても、あと龍馬にしても、マネヤにしても強力ですからいる、それみたいな顔の人いないね頑張ってこい。観客に見送られて、お願いします。さあ相手は総合力 A か。ずるいね。さあ2回の表攻撃、ちょっと相手見てみますか。うわ、強くない？ああ、じゃあ全然関係なかったっていうね。強くない？中西太さん、違う、びっくりした中西太さんかと思った。いやー、びっくりした。マー君いるじゃん。相手強くない？いやいや、負けない負けないよ。もう、ウィー、積極的に行こう。試合速度は2倍で、毎回やっていきます。さあ、しょうがない、金沢ね。ここはまあいい。1点取られたね。金沢もう1回、ちょっともう、バチバチにパワーで、あいつ絶不調だから、ちょっと任すわ。ちょっと前回試合ね、打線が爆発したうちなんですけど、ちょっと今日は厳しそうだね。お、ただチャンス。さあチャンス、自分の失点を返すチャンスだぞ。高橋ゲッツーさえなければ、おしよしよし。あー、ちょっと前打ちすぎかな。那覇だな。じゃあ、意外性の男です。まあ全然意外性物か、ちょっと早い気もするけど、発動しようか。さあ、センター返し、素直に行こう。浜田、おっと、当たりが弱いなむちゃちょっと今日苦戦しそうですね。守備か、ワンアウト2塁。そうだもんな、このバッターな。うーわ、これ取ってね。いや、渡辺危ない。渡辺パワー以外の取り合いが今のところないんで落としかねないっていう、まあ、そんな簡単に落とさないけどね。100球目ですね。よし、ここを抑えるのはエース。ちょっと頑張ってやれ。山本が打ち気だったろ。お、チャンスだぞ金沢。投手燃やしてけ。
逆境もつきましたね。任すはもう任す。OK、任す、任す。金沢任す。おー、しゃ、さすが金沢。お、待って、止まったんだけど。ちょ、どこ行ったんだけど、やば。お、金沢。お前、すげえな。チームメイトが迎えます。室蘭南に勝ちましたね。さあ、ワンアウト一、二塁のピンチ。高橋がしっかり抑えてはいるんですが、どうしようかな。ここは鈴木を下がってるの、もう下がっただけ。酒井ちょっと助言お願い。よし、ピッチャーの能力上がりつつ黄色い声援を受けましょう。頑張れ。おっと、一番良くないな。守備上げとけよかったな。これで山本頑張れ。山本打つな。よしよし、山チャンス G の山本ね。ここを抑えれば結構勝機が見えてくると思うんで、頑張れ高橋、エースとして。ああ、ああ、熊谷ダメか、スパイだけついけないか。てかレフト熊谷に変わってんな。渡辺下げられたな。まあいいか、まあ、そこの起用法も変えられるっちゃ変えられるんですけどね。そう、トロ、いやー、これ渡辺でちょっと待ってくんねえかな。渡辺じゃねえ、山本で待ってこねえかな。ただいいよ、総合戦力 A に対してすごいいい試合をできてる。よーし、見た。さあ林、精密機は行こう。林、ゲッツーが怖いよね。まあでもダイソーもいいしな。間違えた。ここはもう素直にレベルが高いのに従っておくべきなんですよ。抜けない、おお、抜けた。よし、止まれ、ストップ。 OKOK、 いいよ。ワンナーと満塁。または熊谷か。あれ、3番熊谷。いや、まあここは熊谷に任せますか。なんでもいいよ、とりあえずは。任す熊谷、2年生としてね。あー、これでツーアウト。さあ、チャンスに強いサイトですね。これはチャンス A ですよ。みゆきですからね、うちのみゆき和也ですよ。倒れたけどね。まあまあいい、まあいい。失点はしなければ勝てる。さあ、金沢からです。先ほどホームラン。金沢がいい当たり結構飛ばすんだけどね。山本変えたね、マスカーの。酒井頼むわ。練習頑張ってる男です、酒井はね。彼は第1回でいきなり練習を頑張ってるところを見せてくれた、あの酒井なんですよね。ショートでね、彼は守備が非常にうまそうです。さあ、野崎です。野崎、あれ、そっか、野崎がレギュラーじゃなかったんだっけ。いや、じゃ、野崎は結構良かったんだっけ。インテリそうなんだけど、野崎ね。おっと、そう、分かんない。ダメか。お、セーフ、マジで。さあ、佐野がもいましたね。熱血星野か、お調子者佐藤か。このまま佐野か。いやー、でもこのまま佐野は佐藤行ってこい。バッター代打佐藤。さあ、お祭り男、いいね。わっしょ。よし、最悪なの、お祭り男見てわっしょ言う人間は最悪だよ。さあ、あー、ダメか、セカンドライナーか。
ノリノリだったね、このバッターね。村田頑張れ、強心臓。伝令ももう送っちゃおう。守備に気合入れちゃおう。打たせればね、バックが守ってくれるよ。オッケー。機敏になったもんね、浜田動きがね。さあ、うわ、これもほら、酒井は酒井守備うまいですからね。いいね、酒井。いい動き。かっけえ、酒井。いいね、酒井。いいよ。頑張ってもらった。酒井、見せ所。ベアハンド。うーまー。いいよ、酒井。いいよ。一番待ったからだ。藤村ですね。浜田頼む、チャンスメーカー。最後の夏にしたくない。あ、浜田が最後の夏じゃないのか。浜田が最後の夏じゃないのか、お前。そっか、じゃあ来年あれな、中心頼むな。そんな中で林ですね。林頼むわ。いいかないか。河村は守備うまいね。じゃあ金沢じゃね、サイ、ん、熊谷か。ファイト意味ないけど、ファイト。あー、ダメだったか。しょうがない。やっぱまあ1年目からあれというのは厳しいもんです。さすがに1年目からね、行くとは言ったけど、まあまあまあ、いい原石的たちもいるってことは分かったんで、いやいや、お前泣くな泣くな、泣いても変わらんよ。いいよいいよいいよ、ナイスナイス。まあまあまあ、ただこれで一応セーブしていいですか。歴代の高校をセーブするっていうのが個人的に好きなんで、このチームでエントリーはしないだろう。じゃあ次期キャプテン、浜田、斎藤、熊谷。なるほどね。まあ、浜田は1番ファーストとして、この大会は。斎藤があれですね、チャンス。ああ、いいですね。斎藤キャプテンやってくんねえかな。斎藤キャプテン頼むわ。いやー、バランスでいこう。バランスがいいチームって言われたい。さあ、ここからまたあの、あれが始まりますけどね。まあまあ、こんなもんですよ。みんなの役が上手くなりますよ。なんだっけ、なんか特訓のあれあるよね。8月あたりに。それいつも忘れちゃうんだけどさ。秋大会に向けてちょっとみんなで頑張ろう。じゃあ、グラウンド整備。まあ、インターバル走やって。お、合宿がありますね。誰？斎藤か。休め。怪我してたら良くないから。怪我が一番良くない。来年いけんじゃねえかな。練習試合か。ちょっと合宿終わりに練習試合して。あ、でもダメ、あれダメだ。あれがリセットされるわ。あれがリセットされるわ。さあ、合宿。キャッチャー陣はキャッチャーへ作ってほしいな。ああ、斎藤がいるね。浜田守備職人とか面白そうだけどね。ムード良くしてほしいよね、チャンスメーカーとして。さあ、ちょっと誰も何も覚えそうにないんですけど。おーおお、いいね、佐藤。内野安打 B。内野安打丸。あ、走塁 B 内野安打丸。これは 1番か？いや、2番だな。佐藤は、あ、キャッチャーに星野か。まあ、覚える分には全然ね、申し分ないんで。覚えてくんねえかな。あ、ダメか。さあ、そしたら、ちょっと合宿の疲れも取りつつ、
練習もね設定していきましょう。さあ篠田がまず制球ですね。まあ今大会前大会が鈴木人任せだったので鈴木だよねまああれなんですけど、佐野は球速上げようとしてるのか。そうかそうか。じゃあ斉藤守備が D になりましたね。バッティングかな。じゃあパワー上げようか。4番打ってもらうんで、浜田ミート。まあでも1番バッターやるか。やるよね。でもねチャンスメーカーついてるもんね。あえて足の遅い1番バッターってのもありですけどね。佐藤はそうこれか、このタイプか。じゃあ守備力上げるしかないよな守備上げて走塁上げてもうドバシさんにしようぜ野崎、なるほど、守備職人なんだね野崎はね。そうか、守備 D になりましたね。じゃあミート。あ、酒井は守備がいいですね。3年生か、次が酒井は酒井はもう次3年生か。手順にかけて育てたかったんだけどな。初手から見守ることができないのは非常に悲しいですけどね。さあこれでいきましょう。一バッター候補がね、その足が速いっていう選手がねいないのがちょっと厳しいですかね。足速男はいてほしいですからね。酒井ですよ。酒井はどうしてもプロデューサーしてやりたいんだよな。練習頑張ってるからな。そうだぞ。お、酒井誕生日おめでとう。斎藤？また斎藤？練習休め休め。コース投げ込み。おお。お休みどんどんやろっか。お休みお休み、どんどんお休み休み。ここら辺で確か特訓がたくさん出る部分が8月の26とかだったっけ。なんかあるよね。全然意味ねえや。ちょっとね変えたけどごめん、全く意味なかった。よし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 。16、17、18、20、21、22、23、24、25、26。あそこの金曜日かな、なんだっけ、22だった気もすんだよな。どうだったかな、覚えてね。ちょっと22に止まるように行きましょう。ちょうどね。このメンツだったら渡辺なんていうのはパワーがありますよ。違ったね。ちょ1進んでみる。あ、新入生の履歴書いいですね。うわ、いつだったっけ、24だった気もしなくもないんだよな。でも今アイテムでないもんね。なんとなくスピードガンもこれ使っとこうか。とりあえずなんかちょこまか進んでみるか。あー、分かんなくなってきた。いいやさあ特訓、特訓。さあさあさあ、渡辺、野崎、あ、野崎、渡辺パワーヒッターと覚えておくんねえかな。やんちゃなパワーヒッター、リベンジ。おー、かっこいい。悪球打ち、パワーやべえ、悪球打ちの渡辺めっちゃ魅力的なんだよね。リベンジ、厳しかった。さあ代表、まあいいでしょう。9月に入ります。もう別に何かこう変わるというところも特段なく、みんなこれで頑張ってもらえれば。酒井が結構守備力、あ、まあ B にしたいかな、ショートやるなら。今後の予定ですけれども、お、得ありますね。あー、もうその得いけるか、これ。特訓は重点的に止まっていきたいんですけど、あ、いけねえな。じゃあ2ミリや、もったいねえ。お、斉藤誕生日おめでとう。大会近い、マジで。
3位なんだ、すごいね。いいことづくめだな。さあ、前評判いい。いいなら勝てんじゃね。勝ってもらわないと困る感もありますけどね。さあ、三寸で、大会前に練習試合。いや、このまま練習試合行きましょう。自己試験行っちゃいましょう。さあ、熊谷勉強に興味。あ、いいですね。熊谷足早タイプの男ですけれどもね。さあ、まあ、1番浜田だろうな。2番佐藤、いいですね。3番野崎、4番斎藤、5番酒井。5番酒井か。酒井5番タイプじゃないんだよな。9番ショート。渡辺5番。そうね。熊谷、鈴木。鈴木、熊谷。鈴木、篠田、熊谷。こうかな。あ、ピッチャーは篠田でとりあえずはいいか。ピッチャー陣がなかなかちょっとパッとしないし、このままちょっといっちゃいましょう。この試合やったら終わろっか、今日のおばあちゃん。さあ、注目は渡辺にしてみたいな。全部強振させてみたいわ。相手は、プロは、渡辺、林らへんですかね。ちょっと前だと、5番キャッチャーの相手の青木って選手も多分、広島に、キャッチャーと内野の青木選手っていたんで可能性高かったですけどね。今いないよね。結構なんかね、オートペナントで回すと青木さんみたいになるじゃん、ノリチカの方に。第1回戦の模様をお届けしてまいります。一塁側スラダ、頑張ろう。三塁側先行チーム、観客に見送られて守りに散りました。ご覧のスターティングオーダー、さあ間もなく試合が始まります。初出場の選手もたくさんですね。さあ、2回の表。いいね、渡辺右バッターってのもいいね。まあプロじゃなさそうですね。全然見立てが勝ってないんだよな。アビコいいですね。アビコって懐かしいですね。昔オートベナントやってた時にいました。三本柱の振りでしたね。稲垣、花田、阿鼻子っていう三本柱がいまして、それぞれみんな、それぞれの道を進むなんですけどね。阿鼻子だけが早熟でね、なんか、一人だけ結構早めに引退しちゃって、花井と、あれは長くやってましたね。花井はそのまま、そこで一旦、そのチームで引退しまして、で、稲垣は確かメジャー行って帰ってきましたね。何の話なんだよ。確かフォームはね、おーおお、めっちゃ点取られた。ちょっと待って、フォームがね変わりましたね。確か稲垣が永井さん、楽天ので、ファイト、花井が、清水直さん。で、阿鼻子が、糸勝さんだったかな。おお、ないばち。熊は意外と打つんだよな。篠田。篠田全然良くないな。くせ者。ちょっとこれからエースやる人間としては、ちょっと厳しいぞ。これ、1年生入ってきたら、普通に、取られちゃうぞ。さあ、1番バッター浜田。ああ、いいですね。チャンスメーカーとして頑張ってますね。ダイレクトキャッチしてくれなかったな。ピッチ。まあ、コールドで負けても最悪いいんですよ。まあ、この時期はまだまだ。おお、野崎守備職人ですからね。アレナドみたい。北のアレナドいいな。バッターですね、野崎確かね。ああ、さよならだ。あ、さよならじゃない。あ、じゃあ5回か。じゃあコールドはちょっともうちょい先か。じゃあ、
いやーでもこれ1年生に任すかこの場面。ちょっと佐野行ってみよう。いいよ、どんだけ点取られてもいいよ。もうとにかくストレート投げてみ。佐野はストレートで押せるピッチャーになってほしいから。さあ1、2塁渡辺もね、もう今日はいいよ、何も考えずにもうフルスイングしとけ。とりあえずレフトっていうのもいいですね、なんかこう俺パワーでしか、ちょっと俺飛ばすことしかできないっすっていうところ、もう不器用なんでって言ったら、とにかくチームに貢献するには振るしかないっすって言いながら、どうも夜な夜な素振りしててほしいさあ鈴木頑張れ。1みたいだね、左バッターだから。さあ佐野はもういいよ、ストレートどんどん投げてけ。これ佐野がいるし、もし仮に良ければエース佐野って可能性ありますからね。まあでも1年生でなんかいいピッチャー入ってきてるねえかな。お、いいね、野崎判断さすが、頭良そうだもんねなんかいちいちこれしなきゃいけないとか。よーし、OK。熊谷、今日一本引き取ってますからね。来年3年なんだ、熊谷もね。そっか。結構、なんかな、なんか気に入ってる選手みんな3年生になっちゃうな、来年な。ちょっと悲しいな。1年生から、お、同じような当たり。育ててみたかったな。佐野はちょっと変えよっかな、星野いっか。勝ち試合というか、もうなんか今日はみんな頑張って、とにかくどうにか自分の成長するできるところを見てほしい。お、酒井ちゃん1アンドっすの。頑張って、酒井右バッターなんだ酒井左でよかったな、まあ、いいか右のこの高田翔吾っていうのもまたまたこれ直人みたいだね、そう、渡辺直人選手みたいな、そんな選手になったしねいいね、ヘッドのね。まあ、いいもう全然問題ない、負けるだけ負けとけ、今しか負けれないから、この秋の時期しか負けれないから、ということで今回はね、これで終わろうかなと思います。はい、ありがとうございました。チャンネル登録なんかもね、よろしくお願いします。バイバイ。